2023年、異色の経歴を持つ山口組系暴力団幹部が何者かに殺害されました。今回はその組員の経歴と事件に関する情報をまとめていきます。後に山口組系暴力団幹部となる余嶋学は、1966年1月に兵庫県神戸市で生まれました。余嶋は10代の頃に両親を亡くしており、以降は彼が幼い妹と弟の面倒を見ていたそうです。若い頃の余嶋は腕っぷしの強さで有名でした。そうした部分が暴力団関係者に見込まれ、彼は10代で裏社会に足を踏み入れることになります。こうしてヤクザになった当初は地元に近い神戸市兵庫区の港川や須磨区の板宿などで活動していました。ここで腕を磨いた余嶋は神戸市長田区に本拠を置いていた鴨田組傘下の板本組で若頭の役に就きます。その後、板本組組長の板本信明が上部団体である鴨田組を離れ、名古屋の名門組織である弘道会の傘下になりました。その際、板本組長は組織の名称を板本組から北東工業に改名しています。組員であった余嶋も組長についていく形で弘道会の参加組員になりました。それから数年後、彼は20代にして弘道会の直系となる若中に昇格します。これは当時最年少での直参昇格でした。そのようにして余嶋はヤクザとしてのエリート街道を突き進んでいたようです。弘道会の若中になった彼は自身の組織である港工業を立ち上げます。そして兵庫県神戸市須磨区の物件を購入し、そこに組事務所を建設しました。この時に余嶋は建築費用として上部団体の弘道会から3000万円を借りていたそうです。そんな中、腕っぷしに自信があった彼は神戸で開催された地下格闘技大会に出場しています。当時の余嶋は格闘技にも本格的に取り組んでいたようで、プライドで活躍したヒクソン・グレイシーとのスパーリング経験もあったそうです。私生活での彼は結婚しており、5人の子宝にも恵まれていました。子供たちはすくすくと育っていき、結婚する者も出てきます。そうして余嶋の娘と結婚した相手である娘婿のうちの一人は港工業の組員でした。そのようにして裏社会で生きていれば当然危険な目に遭うこともあります。2003年、神戸市須磨で5代目山口組系暴力団組員同士の喧嘩が発生しました。その場にいた余嶋の娘婿もこの喧嘩に巻き込まれます。そして5代目山口組系尾崎組傘下の三笠組組員に刃物で刺されてしまいました。これによって当時まだ21歳だった娘婿が命を落としてしまいます。5代目山口組としては3次団体である傘下組織同士の揉め事になるわけですが、港工業の上部団体である弘道会で会長を務めていた司忍は配下組員である余嶋の娘婿が殺害された件を受けて激怒しました。そして三笠組の組長を厳しく叱責します。その結果、最終的に三笠組組長は絶縁処分となりました。こうしてこの揉め事は終結したようです。2005年8月、5代目山口組若頭で初代弘道会会長だった司忍が6代目山口組組長を襲名しました。6代目体制の発足に伴い、司忍の右腕である高山清が2代目弘道会会長を継承します。こうして高山が弘道会を率いるようになってからも余嶋は引き続き若中を務めていたようです。それから約8年後の2013年9月、2代目弘道会会長だった高山が総裁に就任しました。これに伴って若頭だった竹内輝明が3代目弘道会会長を継承します。こうして弘道会が3代目体制になってからも余嶋は引き続き若中を務めていました。弘道会出身者である司忍、高山清、竹内輝明らが執行部を固めていったことで6代目山口組の本流は弘道会になります。これに対して6代目発足前までは本流だった老舗名門組織である山県組が反発しました。そして2015年8月に山県組を中心とする複数の組織が6代目山口組から離脱し、新たに神戸山口組を結成しました。こうして勃発したのが山口組分裂抗争です。この抗争において余嶋率いる港工業は最悪の場所に組事務所を構えていました。というのも、港工業は弘道会の傘下組織で神戸市にある唯一の3次団体だったのです。そして周辺には敵対する神戸山口組傘下の4代目山県組、2代目松下組、2代目西脇組の組事務所が立っていました。つまり港工業は神戸山口組系組織の組事務所に囲まれる形となったわけです。その影響はすぐに出ました。2016年3月、
何者かが港工業の組事務所に侵入して内部が荒らされる事件が発生します。それから2ヶ月後の2016年5月、余島が兵庫県神戸市長田区東尻池町で龍のひげという店名のラーメン屋をオープンさせました。彼は組事務所建設の際に弘道会から借金をしていた上に上納金もあったため、それらを工面するためにラーメン屋を経営し始めたようです。その間にも山口組分裂抗争は激しさを増していきます。その結果、2020年1月に6代目山口組と神戸山口組の双方が特定抗争指定暴力団に指定されました。それから10ヶ月後の11月25日に余島が詐欺グループから犯罪収益10万円を受け取ったとして組織犯罪処罰法違反容疑で逮捕されます。ここで受け取った10万円はラーメン屋の調理器具を購入するために使っていたそうです。余島率いる港工業は年々規模の縮小を続けており、結成当初は10人ほどいた組員も0人になっていました。こうして港工業は6代目山口組の本流である弘道会の直系でありながら一人親方の組織になってしまったのです。そうなると裏の家業も大々的にはできないため、表の家業であるラーメン屋が大きな収入源になります。ですがこのラーメン屋も襲撃の対象にされてしまいました。2021年7月22日、開店前のラーメン屋に車が突っ込んできます。これ以上の直接的な攻撃が加えられることはなかったようですが、片木の従業員からすると恐怖と心配の気持ちが大きかったことでしょう。そうしたことが原因なのかは分かりませんが、2023年1月に店長が辞めてしまいます。そこで余島は新しい店長を募集し始めました。ただ、新たな店長が見つかるまで店を閉めておくわけにもいかないため、それからは山口組系暴力団幹部である余島が自ら厨房に立ってラーメン屋の切り盛りをしていたようです。店を訪れる客たちもまさか店長が大物ヤクザだとは思ってもみなかったことでしょう。余島が店長代理をするようになってから数ヶ月後の4月22日に世間を震撼させる事件が起こります。この日、ラーメン屋の女性従業員が午前に出勤したところ、余島から買い物を頼まれました。そこで買い出しに出かけた彼女が午前11時過ぎにラーメン屋へと戻ってきます。そうして女性従業員が店内に入ると、そこには衝撃の光景が広がっていました。なんと余島が厨房内で血を流しながら倒れていたのです。その姿に気がついた女性従業員は、店主が血を流して倒れていると119番通報を入れます。これを受けた救急隊員が現場に急行し、余島を病院に緊急搬送しました。しかし処置が間に合うことはなく、搬送先の病院で彼の死亡が確認されます。この時点で頭部に外傷は見当たらなかったため、一時は脳卒中が死因ではないかと推測されていました。ですが後になって CT スキャンを取ったところ、頭部に銃弾がとどまっていることが判明します。このことから本件が殺人事件であると断定されました。事件2日後の4月24日には司法解剖が行われています。ここで余島の死因が銃で脳幹を撃たれたことによる脳損傷だったことが判明しました。頭部に外傷がなかったことから、捜査関係者は拳銃を口の中に突っ込んで撃たれた可能性があるとの情報を明かしています。兵庫県警は本件を殺人事件とみて長田署に捜査本部を設置しました。捜査員がラーメン店近くに設置された防犯カメラの録画を確認したところ、犯人と思われる男の姿が記録されていたことが判明します。この犯人と思われる男は、第一発見者の女性従業員が店に戻ってくる約20分前に店内へと入り、数分後に立ち去っていきました。男が店内にいたこの数分の間に犯行が行われたとみられています。また防犯カメラに映っていた容疑者が逃走に使った車の周りに合計3人の男が映り込んでいたそうです。そのことから犯人が複数いる可能性も浮上しています。事件発生10日後の5月2日、警察が逃走時に使用された車を発見します。この車の発見場所は岡山県内にある解体業者の施設でした。そこで警察が調べを進めたところ、事件解決の手がかりとなる情報が明らかにされます。その情報は、車を解体業者に持ち込んだ人物の正体が山県組傘下の瀬能組で、以前に若頭補佐を務めていた元組員の男 X だということです。そこで兵庫県警は X と解体業者を逮捕します。もともと山口組系組員だった X は15年ほど前にある事件で懲役へ行くことになり、その前に片木になっていたそうです。しかしそれからも暴力団とのつながりは切れていませんでした。実際
彼は池田組の池田隆組長を襲撃したことで知られる瀬能組の吉永純若頭が住んでいるマンションの名義人をしていたみたいなのです。間接的な形ではあるものの、複数の抗争事件に関与している元暴力団組員の男 X、 余島殺害事件の犯人はまだ捕まっていませんが、彼がキーマンになることは間違いないでしょう。余島の通夜には6代目山口組系3代目行動会から野内正弘若頭、松山武史統括委員長、間宮誠二本部長、加藤秀樹若中、川上勤若中、小栗俊則若中ら計13名の直参が出席しました。また葬儀には親分である3代目行動会会長の竹内輝明も弔問に訪れたとのことです。いかがでしたでしょうか。6代目山口組の本流である行動会で直参を務めた男余島学。余島は山口組の三次団体で組長を務めていましたが、組員は自分一人しかいなかったようです。そんな彼が2023年4月に突如として非業の死を遂げます。余島殺害事件の犯人はまだ捕まっていません。今後の動きにも注目が集まります。それではご視聴ありがとうございました。